午後になりました。永久初日直線の発走、3番徳永明人が前乗り出ます。2番の和田誠樹、そして5番車の矢口大輝、2番手平壮岡、2番手ただいま2番和田で、3番手5番の矢口です。1番車の野口大成、位置を前へと、先頭位置へと上げそうです。4番の篠原龍馬、そして6番の藤原優と車を進めて、2番の和田と合流しまして、中四国勢が中段位置3番手以降、7番の牛山貴人は5番矢口のマークへと入って、東の遠征メンバーは初手6、7番手のようです。2センターから4コーナー回ります。2対3対2で一本棒です。先頭1番の野口です。今季優出外さず、実に優勝は5回であります。追走3番の徳永、先場所向こう町優さんなりませんでしたが、最終日は1着でした。4番の篠原は3番手、前回は参考外でといった趣旨のコメントを出していましたが、前回の小倉戦決勝は先行しています。2番の和田が追走、篠原との初連携、6番藤原、前回の小倉ミッド初日直線1着を取っています。5番の矢口が6番手、コンディション整えて臨む佐世保さんです。果敢矢口を目標にするは7番の牛山、足あるところしっかり見せたいところ。2センターから4コーナーへと向かっていく。さあ4番の篠原が3番手、軽くレーサー外へと持ち出して、後ろをちらりと見ました。ゆっくり車を進めますか篠原。さーっと上がっていくのは東の遠征メンバーですが、まずは中四国勢が上がって、1番野口の前を篠原切って、さらに5番の矢口がここを抑え、熊本同県連携は6、7番手に車を引いて前後体系入れ替わりました。5番の矢口先頭を流して打勝です。さあ1番の野口が打勝のタイミングからすかさず巻き返します。早い反撃、2センターから4コーナー、5番の矢口かかりきる前と叩き切っては1番の野口、5番の矢口はここは引けませんが、ただ3番の徳永はしっかり番手マーク守って、現在3、4番手が東勢、4番の篠原は後方5手に回っての5番手。2コーナーからバック1列棒状。さあ1番の野口のかまし、3番の徳永追走、5番の矢口が3番手から、そして4番篠原は後方から仕掛けますが、おのおの仕掛け不発、徳永の懐を7番手の牛山ついて、外からは2番の和田誠樹が伸びてきた。2番の和田誠樹、第9レースは A 級初日特選レース、1番の野口、3番の徳永、熊本コンビで切って、中段から後方からの仕掛け、車の出が起こった時には熊本コンビで決まったかというところでありましたが、篠原の仕掛けそのものは不活でも、2番の和田誠樹がさあシャープに伸びてきました。2番の和田1着、2着は3番の徳永明人、3着どうでしょうか1番の野口大成、3着大成優勢かと思われます。正式な着順は決定放送お待ちください。最終第9レースでした。